メトロ君おはよう。竹山さんおはようございます。今日はどこを警備すればいいのかな。今日の駅改良工事現場は5番出口の階段です。了解、今日もよろしくね。今日の警備もご安全に。さてと着替えるか。おはよう。誰だ、新人の警備員か。まあいっか。あれ、わしの制服がないぞ。竹山さんどうしたんですか。テーブルにあったわしの制服がなくなってるんじゃ。すいません。はい、警備員です。改札内のトイレで着替えていいですか。手前を通りください。どうも。そうだメトロ君。はい。今日わしの他に警備員が一人いるじゃろ。きっとその子がわしの制服を間違えて持ってったんじゃ。いや、それはないです。え、今日の警備員さんは崎山さん一人ですよ。でもさっき本当に更衣室で男性とすれ違ったんじゃよ。でも更衣室は入館証がないと入れないんですよ。確かにそうだ。なんか嫌な予感だ。ちょっとメトロ君。やっぱ痛いか。もう何してる。時だけはやめろ。え、なんで線路に飛び降りようとしてるんだ。改札を突破するために制服を盗んだ不正乗車犯じゃないのか。やばい、電車来る。電車来るので離れてください。離れてください。絶対許さない。そうだろう、俺は助けてあげることができなかった。ベトロ君、今線路に男性が飛び降りてしまいました。僕は駅員として何もしてあげることができませんでした。もう大丈夫じゃ。え、あの子はもともとこの世にはいない。どういうことですか。今監視カメラの映像を確認して確信に変わったよ。監視カメラ。あの子はわしが若い頃一緒にこの駅で警備員をやってた仲間だ。警備員仲間。彼は30代の頃に自ら命を絶ってしまってな。それもそこの線路から飛び降りて。え、嘘だ。わしの制服を盗んでまでも警備の仕事がしたかったのかね。ほんと真面目なやつだったんだよ。そうだったんですね。さあそろそろ仕事始まるよ。メトロ君、切り替えて今日も頑張ろう。はい。